おはようございます。7月22日月曜日の東京インフォメーションです。東京都は地域や社会課題の解決に向けた中高生のアイデアを募集しています。ティーンズアイデアコンテストは、企業や団体が取り組む地域・社会課題をテーマに、その課題解決につながるアイデアを中高生が競うコンテストです。募集テーマは3つあります。1つは、地震が起きても慌てない安心できる街にするためには。もう1つは、赤ちゃんに優しい子育てのしやすい地域社会を実現するためには。そして3つ目は、デジタルデバイドとネット依存を防ぐにはです。9月30日月曜日までに1つを選択してホームページから応募してください。対象となるのは、都内在住または在学の中学生および高校生相当年齢の人です。12月に予定の最終審査で、中学生の部と高校生の部、それぞれ最優秀賞の知事賞が決定します。都立動物園では動物園ボランティアを募集しています。募集しているのは、ドーセントグループとサービスガイドグループの2つのボランティアグループのメンバーです。ドーセントグループは、来園者に向けて動物の説明をするスポットガイドなど教育普及活動を行います。サービスガイドグループは、動物園のイベントの補助や施設案内など来園者に対してサービスを行います。それぞれ上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園で募集説明会が行われます。ホームページ ZooNet の受付フォームから来月16日金曜日までにお申し込みください。都は無電柱化の日フォトコンテストの作品を募集しています。募集しているのは、都内の道路上で撮影した電柱と電線に着目した写真で、無電柱化が望まれる風景、または無電柱化して良かった風景をテーマにした作品です。募集の対象者は、都内在住、在学、在勤の人で、プロの写真家は対象外です。部門には、高校生以下の部と一般の部があります。作品の応募は、専用の応募フォームまたは X、旧ツイッターかインスタグラムで10月1日火曜日までにご応募ください。当日受付、投稿有効です。11月8日金曜日に入賞作品発表が都庁で開催され、入賞者の表彰が行われる予定です。表彰の模様は東京動画でライブ配信される予定です。都では一人当たりのエアコンの使用を見直すクールシェアを呼びかけています。今年の夏は沸騰強、クールシェアで節電と熱中症対策。クールシェアは HTT の取り組みの一つとして、エアコンの複数使用を避けて量を分かち合う取り組みです。環境局のホームページには、都内のクールシェアスポットなどを掲載しています。図書館などの
身近な涼しい場所で過ごすことは熱中症対策にもつながります。今日都内には熱中症警戒アラートが出されています。エアコンなどを使って涼しい環境で無理をせず過ごしましょう。ここまで東京インフォメーションでした。